はい、今回はですね、フィルイン、ドラムフィルイン。ドラムといえばフィルインなんですが、まあ、フィルインとは何かっていうと、1 and 2 and。みたいな、こう、1 and 2 and 3 and 4 and と、ビートをやっている中で、こう、吐く小節、まあ、大体ですね、4 bars、4小節。こう繰り返すことで次の、ステップに行くとき、まあ、日本語だと A メロ B メロサビみたいな、英語で Verse Chorus と、次のステップに行くための合図とも言えるし、こう曲を盛り上げるためのという、このアクセントですね。これをフィルインと呼ぶんですけども、どうもこのフィルインがですね、非常に面白くない、つまらないと自分自身が思っているか、もしくは他者に思わせてしまっているか、こう長年やっていると、いつかぶち当たる壁、問題はですね、こう自分のフィルインこれでいいのかとか、こんなんで本当に同じフィルインばっかりだな、もっとなんかいいアイデアないかなみたいな、そういうことに、多分ぶち当たるか思い当たる節がある人いらっしゃると思うんですけども、そんな方にですね、このポイントを押さえておけば、あなたのこのフィルインは非常にもしかしたら面白くなる可能性がある。そこを今回ご紹介しようと思います。まずはですね、こうフィルインをこのタムのみで終わらせようとしていませんかというのが、一つ目ですね。このキック、足を使う。つまり、例えば、シングルストロークで、というこのパターンをどうにかして変えようと思っている方、ここにキックを入れてみてください。例えば、本当いろんなところで、このバラエティはどこでもいいんですけども、このキックを入れるタイミングでこうかっこよくなったり、まあ、ダサくなったりするかもしれないんですけども、非常にこのシンプルなこうシングルストロークのみのフィルインよりはかなり、バラエティが増すと思います。皆さん試してやってみてください。そして二つ目はこのハツを取り入れるということです。なかなかこのクローズドハイハツでフィルインで取り入れようっていう方が、まあ、初級中級の方だと珍しいので、ぜひここも試してやってみてください。3つ目はですね、ユニゾンです。これもですね、まあ、なかなかないアイディアかなと思うので、ぜひやってみてください。四つ目はですね、ダブルを使う。まあ普通のダブルストロークだけでは、つまらないので、時折ダブルを混ぜてみる。つまりこんな感じですね。そして最後5つ目はフラム。これを取り入れてみましょう。
感じですいかがだったでしょう。この5つのポイント、非常にですね、僕のチャンネル見ていて、ルーディメンツをやっている方ならば、すごく簡単なフィルイン、ルーディメンツしか使っていないので、ここをですね、ぜひとも、参考にしてやってみてください。これで一段とこうフィルインに味が出てですね、面白い演奏ができると思うので、ぜひやってみてください。それではまた次回お会いしましょう。